秋のスプリント王者決定戦、六波乱のショートドラマを演じる名優が舞台に姿を現しました。スタートを切りました。16頭、まずまずのスタートかと思います。さあ何が行くのか。6番メイケイエール先頭、それから16番モズスーパーフレア、おーっと一気に行った。ビアンフェと藤岡、12番レスステンシア、ファストホースがそのうちにいます。そして6番手に9番クリノガウディ、ロードアクヤ、そしてその後ろからミッキーブリランテ、その外からはピクシーナイト、内から1頭1番シバージ、そして外からは14番ダノンスマッシュ。さあ中山競馬場は大歓声であります。先頭行くピンクの帽子はモジスーパーフレア、ピクシーナイトも追い込んできた。怖い馬が来た。4番ピクシーナイトだ。モジスーパーフレアが抜け出した。緑の帽子レスセンシア先頭だ。ピクシーナイトが捉えるか。ダノンスマッシュが2番手、頑張る頑張る。ルメールとレスセンシア内か外か。サインはもう渾身の鞭さばき、並んだところがゴール。4番、2着、12番、3着、4番以上のように確定しました。